ワーナーミュージックジャパンによる音楽プロジェクト、シャドウ OFLAFFANDOR ラファンドール国物語の初の CD アルバム、シャドウ OFLAFFANDOR ラファンドール国物語チルダある少女の光と影の追憶チルダが12月6日、水曜日にリリースされた。音楽×RPG 世界観音で紡ぐファンタジー作品をコンセプトに置く新しい形のエンターテイメント作品である同プロジェクトは、ストーリー原作、作詞、作曲を矢内恵子が、シナリオ、脚本を、ファイナルファンタジーシリーズや、キングダムハーツ、シリーズなども手掛ける野島和重が担っており、2016年の東京ゲームショーにてプロジェクトが発表されて以降、毎週オフィシャルサイト上でストーリーと音楽が連載されるという独自の表現方法をはじめ、ゲーム業界、音楽業界問わず注目を集めている。アベマ TV フレッシュで行われたデビューライブでは10万人視聴を超えて視聴者数ランキング1位を獲得し、また、2017年7月から9月には、シャドウ OF、LAFFANDOR ラファンドール国物語チルダファンタジーピクチャーストーリーチルダとして東京 MX3 テレビにてテレビ番組も放送された。矢内恵子氏×野島和重氏対談画像豪華声優陣が脇を固めており、主人公リエン役を花江夏樹、その妹トレスタ役を日岡夏美、謎の少女シェルシュ役を福島亜美、アイソル役を梅原雄一郎、ブライ役を並川大輔、狂気の男ネブラ S 役を鈴木達久、ラウラ役を本田陽子が担当し、エマ役には人気の歌い手、ロンがゲスト参加。リエン、トレスタの母親ベネッタ役を夏木マリが務めている。今回、矢内恵子氏と野島和重氏による対談の機会を得ることができたバークスでは、アルバムをはじめとした音楽的側面について色濃く紐解きながら、このプロジェクト全体の革新性、そして物語に宿る思想について、幅広く話を聞いた。最初は、この人たちは何をやりたいのかな、と思いましたね。野島、まずはじめに、この、シャドウ OFLAFFANDOR ラファンドール国物語、ヒカ、ラファンドール、という、音楽プロジェクトの概要について教えていただけますか。矢内恵子、私が一番やりたい音楽というもので、大好きなファンタジーの世界観を届けられたら面白いんじゃないかな、というのがプロジェクトの始まりなんです。その中で、まず私が原作を書き、その道のプロフェッショナル、であり大好きな野島さんにシナリオを書き上げていただく。それを受けて、私が音楽を作っていく。そうやって生まれた曲がまとまったのが今回のアルバムですね。オフィシャルサイトで物語は、記憶の断片として毎週更新され、今回収録された。ようなボーカル入りの曲は、記憶の暴走、として様々な時期に発表されてきました。ラファンドールにおいて、ボーカル入りの曲はどういった存在になりますか？矢内、ストーリー全体を表現する挿入歌といった類のものではなくて、ある場面におけるキャラクターの感情部分を表現しています。だから楽曲によって、あのキャラクターはこういう気持ちだったのか、っていうのがさらに理解できると思うし、そこを私も伝えたいんです。もちろん、ラファンドールを知らない人が聞いても自分自身に重ねられることも意識しました。矢内恵子、ラファンドールはこれまでにはない取り組みだと思いますが、野島さんは最初にこのプロジェクトについて、と感じられましたか？野島和重、正直に言いますと、最初は、この人たちは何をやりたいのかな、と思いましたね。矢内、そうですよね。野島、これまでやってきたゲームを作るプロセスとも違うし、そもそも音楽とどう結びつくのか、最終的にどうなるのかピンと来てないところも最初はあって。野島和重矢内、実は、ラファンドールを正式に公開する前、黒、
都度で関係者向けにストーリーライブをやっているんです。ラファンドールの曲がってセリフと曲が一体になっているじゃないですか。そのライブを見ていただいて腑に落ちていただいたのかなと。戸島、いわゆる通常のゲーム音楽との違いを僕がちゃんと理解してなかったぶ。ふんが、そのライブを見せていただいたことで、なるほどね、となりました。最初にいただいた書類に、こんな曲がここで入る、みたいない。ページが添えてあったけど、あの意味がこうなのかって。矢内さんが書かれた原案はかなり作り込んであったんでしょうか。戸島、しっかりしてるところもあれば、何もないところもありましたね。矢内、はい、そうでした。戸島、でも思い入れはすごく感じましたよ。矢内、最初、やはり他ならぬ野島さんに原案を渡すのは嫌でした。もちろん、一緒に仕事ができるかもというワクワク、はありましたけど、そういった嬉しさ反面、戸島、でも、そうやって思ってくれる人に自分が書いた品、リオを見せるのもすごくプレッシャーがあるものですよ。大したことないな、って思われたらねえ。矢内、いやいや、音楽とシナリオが一つになったり、ライブをした時に、すごいな、って毎回感じるんです。野島さんが書いてくださったキャラクターたちのやりとりからい、インスピレーションを受けて書いた曲もたくさんありますし、シナリオを書かれる際、それが音楽のニュアンスや抑揚に反映されるわけですよね。そのあたりは意識されましたか？戸島、最初は意識するんですけど、いざ書くときはどうしても自分のシナリオを優先しますね。それを見て、良くなければ何か言ってくるだろう、と。実際にイメージと異なると思えば、割と強い意見をいただきますから、大丈夫。矢内さんはやりたいことが明確じゃないですか。そこになるべく到達できればいいなって。矢内、でも、メールは躊躇しながら書いてますよ。戸島、書くときの気持ちはともかく、ね。でも、何を言ってるんだろう。っていうのは一回もなかったです。矢内、ああ、よかったです。受け取ったシナリオによって、曲の内容を変える場合もあるんですか？矢内、ありますね。シナリオをいただいて、そうであれば、歌詞のこの言葉を変えてみよう、とか。音楽とシナリオのキャッチボールによって、それぞれが影響していくという。矢内、不思議ですよね。戸島、矢内さんの曲は割と歌詞が強いじゃないですか。思いが歌詞にはっきりと入ってるので、シナリオはもうちょっとふ、バッとしてた方がいいのかなとか考えることもありますね。矢内、私、野島さんに歌詞を読まれるのも結構怖いんですよね。野島、そりゃ、読むでしょ。矢内、野島さんも音楽がすごくお好きで詳しいから、ドキドキするところがあるんです。戸島、まあでも、やりとりは本当によくさせてもらってますね。それは信頼し合ってないとかじゃなくて、すればするほど、良くなるのはわかってるから。矢内恵子、このプロジェクトも最初から完成していたわけ。じゃなく、進行していくうちに成熟していったんでしょうね。矢内、作っていくにあたって、何ならお客さんの声にも耳を傾けたいんです。どう感じたのかにすごく興味があるし、それを受けと、らないで次を作るのは意味がないと考えてるし、触れたくはないから、譲らないところは譲りませんけど、たとえ、野島さんであってもメールは送ります。野島、僕は普通のおじさんだから嫌われたくないって思ってるけど、矢内、ははは、は、おこがましいんですけど、私と野島さん、似てるところがあると思うんです。あの、ネクラですよね。野島、あと、自分にあんまり自信がないところもね。インタビュー。